吉田さん、さっきね、こんな話があったんですよ。まあ、年収1000万の人は割と、まあ、そのぐらいは普通なんじゃないかなっていうことを私がポロッとね、やっぱ出ちゃったんですよね。そしたら、いやいや、年収1000万はすごい高所得者だよと。全体の数パーセントしかいないじゃない、4% とかかな、数字ちょっと最近洗ってないんですけども、まあ、とにかく本当数パーセントだと思うんですよ。で、だから年収1000万はトップレベルなんだろうなっていうふうに見えますけども、そうじゃなくて、今ね、こういったデバイスとかあるわけじゃないですか。テクノロジー、すごく人類史上最もテクノロジーが私たちの身近にあるわけですよ。で、私が考えるところ、稼ぐ手段もここ30年で本当にね、もう無数に増えたんですよね。どれでもいいと。昔は体力がないからできませんとか、学歴がないからできませんとかね、なんかいろいろあったんですよ。これがないとダメ、あれがないとダメって、自分の内側に能力がないとダメだったんですよ。でも今は自分の外側に人間を超えた、人知を超えた能力を持ったスマートフォンとかプログラミングとかがあるんで、普通の人がそれを駆使すると自分にはない力がね、ドカーンと出ると思うんですよ。勝山勝代さんが言ってたんですけども、8分ぐらいのおしゃべりをしましたと。で、再生回数3万回ぐらい大体回るんですって言ってたんですね、 YouTube で。で、そうすると広告収入が入ります。でも実際にその広告収入を目当てに、数十年前、20年前、30年前、リアルにね、3万人の人に同じ話をずっとしなくちゃいけないってことになったら、とてもできませんと。だからね、それを聞いて思ったんですけども、 YouTube 一つとっても、今まで一人でね、稼ぐっていう手段は夢のまた夢だったんですけども、今は一人で稼げるんですよね。昔は一人で稼ごうと思ったら、それこそ大道芸人とか、なんか弁護士とか、特別な人だったんですよ。でも今は普通の人が、自分の体の中じゃなくて外にね、普通の人を、普通の人じゃないところまで持ってってくれるものがあるんで、これを扱えればドカーンといくんだろうなって思ったんですよね。まあ、だから叶えたいもの、今すごく叶いやすくなってると思うんですよ。これ江戸時代とかね、昭和初期じゃないわけですから、で平成でもないわけですから、すごい時代だと思いますよ。私も隠居暮らしをした時には段ボール17個しかありませんでした。それで引っ越してきたんですよ、今のこの住まいにね。今はこの見えるもの全てがそれからですよ。それから買って手に入れて、こういろいろ整理して、家中今物だらけですよ。数年間すごいなと思いましたね。まあ、物があるからいいと思うんじゃないですけども、興味を持って買ったもので埋まっているってことですよね。で、全て試してみたりとかすると分かってきたってことですかね。で、いろんなものを試したんで、今度は買ってないものもだんだん想像がつくようになってきたということがあります。でもどうしても手に入れたいものっていう物欲を私素直にね、表現する方なんで、あれが欲しい、これが欲しい、それが欲しいっていうふうに、欲しい欲しい欲しいっていうふうに行動すると、だんだんそれがね、近づいてくるんですよ。でも欲しいとかこうしたい、ああしたいって言わなかったら多分近づいてないと思います。そのぐらい言葉の力っていうのは周りの人にね、すごく意識させる意味でも大きいんだろうなと思いますし、言うことによってそっちの方に行動が、まあ、シンクロしていきますよね。だからナイト2000が欲しいなって思い立った時っていうのは、本当にそれが日に日に近づいてきているような気がしましたしね、まあ、レクサスも同じです。日に日に近づいているような気がして、まあ、オーダーにつながったということですね。ショールームにも行ったりとか。あ、ちなみにね、販売価格1200万って言ったじゃないですか。私、それ新車価格ですかね。私の場合、中古で買ってますからね。ですから1200万ではありませんので、だいぶ柔らかい金額になっております。だから買えたってのもあります。1200万がないでもないですけども、私、車を新車で買うのはものすごく損だと思ってるんですよ。だから買いませんね。うん。だって、新車同然の中古でも3割ぐらい安いわけですよ。だから私はね、まあ、中古ですね、絶対に。まあ、中古でしか買わないかなというところでございます。いろんなものが中古。他の人が確かめたものとか、楽しんだものとか、後悔したもの、その前の人の思いを引き継いで、何でもかんでも中古でいいかなと思いますね。そういう感じですかね。はい、じゃあ、なんか思ったことは、やっぱり叶うということでございます。